どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は2020年の春から始まった NHK の朝ドラエールの主題歌グリーンの歌う星影のエール、こちらの曲を最新バージョンガズレレ流超簡単バージョンでアップロードしたいと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超絶シンプル簡単バージョン。後半はあの独特の3連のリズムなんですよ。これあのかっこいい感じ、ゆるい感じで力強い、こんな感じで2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ今歌いたい曲、大好きな曲、頭の中いつも流れてる曲、 CD 聴いたりカラオケ歌ったりテレビでねこう聴いたりするのもいいんですけど、今度は楽器を弾きながら歌う弾き語り、これぜひ試してください。本当にねめっちゃ楽しいんですよ。ハマります本当。なんだけどもやっぱり楽器は私に無理そうだなって苦手なんです。前にもやったことあるけどね諦めたという方多いんですけど、ウクレレがありました。ウクレレで、ね、超簡単なんです。弦も4本だし、ちっちゃいでしょ。いつでもその辺に置いといてパッとこう手に取ってね、すぐ音楽ができるんです。で、これね、簡単なんだけれども、奥が深い。やったらわかります。すぐ弾けるんだけど、あ、もうちょっとってやってるうち、もうほんと夢中になってね、もう最高のパートナーになってくれると思います。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになります。もうちょっとしたくリンクあります。このリンク先の初心者リストのここというところにジャンプしてもらって、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私、今もうできてんじゃないってもうすぐになりますから。もうそれでウクレレ始めた人も何十万人もきっといると思いますからね。ぜひ始めてください。ほいで、これね、YouTube ですから。いつでもどこでも、スマホでも見られるし、タブレットでもね、見られるしね。無料ですよ。無料。やりましょう。で、うわ、面白いってなったら、ガズさんいっぱい本出してるんですよ。YouTube と連動してる。それでどんどん深めることもできます。どんどん音楽やってみましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単にできるようにした超絶簡単なレッスン動画が1100曲以上。すごくないですか ?1100 曲以上。ああ、もうすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏目で歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、朝ドラのテーマソング、いっぱいあります。はい。さっきのリンク先のところに行くと曲名検索、歌手検索、あとジャンルボックスからも選べるようになっているので、今まで聴いてた曲、今度やるに変えていきましょう。それでは早速いきます。グリーンの星影のエール、ガズレレル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4。影のエールガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってました。今のバージョンはテレビでオープニングでやってる尺で短いバージョンなんですけどね。それでもですねこれ歌ったらわかるんですけどめちゃくちゃ奥が深いっていうか、もう歌のねメロディーラインのこの低いところから高いところがものすごいあるんですよ。これなかなかね裏声使わないとちょっと無理だったんです。これはね歌ボーカルのなんていうの力量がものすごい出るっていうか、もうこうすごいですよ。歌ってみたらわかります。でもこういうのをこう取り組んでね、行くのが楽しいわけでございます。まあ、ガズもね、ちょっと本当にもう、うわーって感じでしたけど、なんとか、でも演奏になったかな。皆さん、こう参考にしてやってみてください。で、今のね、
テロップ見ながらできた方、今度やっぱりノートに書いて自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考のために私のノートを 見せたいと思うんですけど、今日ですねちょっと一応言っときますけど、この下にねこれ例えばこれ伸ばすっていうのはいいんですけど、こういうのとかキメなんですよね。あとコードがちょっと変わっていたりとかあります。今日はいっぱいキメがあるんですよ。なんでひとまずは今上の段をやったということで、一時停止でメモっていってください。ちょっと言葉もすごくいっぱい詰まってるから、もしかしたら動画のテロップを一時停止した方が今日も見やすいかもしれません。まあ、でもね、こっちひらがなで書いたりしてタイミングが測るように書いてあるんで、もしかして参考になるかと思って写しております。まあ一応一時停止で、はい。A メロ、B メロ。これテレビドラマのね、オープニングの尺なんでちょっと短めですけどね。はい。じゃあここサビ。このサビがですね、ものすごくこの歌のね、高低差がすごいんですよ。音程のね、すごく難しいというか面白いというか、はい。チャレンジしてみてください。ちょっとここにもなんか書いてあるね、はい。ちょっとぎゅうぎゅう詰めになってる、テロップの方が見やすいかもしれません。じゃあ出てくるコードを解説します。ちょっとね今日これ一応これ見てもらいたいんです。10個コードがあって、シンプル簡単バージョンでは A7 とか出てこなかったかな、ちょっとわからないですけど、とにかくね このコードです。これはね、なんでこうやって大雑把に紹介するかというと、これ入門コードのグループ フル出場なんですよ。一応言っていきましょう。 C Am Fd Am D7 G7 E7 Em7 C7 A7、 この10個のコードって、ガズレレでいつも言ってる初心者様が一番最初に覚えてもらいたいコードというグループの、このガズレレ必須コードっていうグループがあるんですけど、これ今日勢揃いなんです。なんで、ぜひ覚えてください。このガズレレ必須コードっていうのはもう何回も言うですけど、まず最初に覚えた方がいいコード。このコード、超基本のコード、入門コード覚えちゃったら、ほんとあらゆる、今ご覧になってるガズレレの YouTube の曲もう8割9割弾けるってことになっちゃいます。で、今日全部出てくるから、覚えてください。ガズレレ必須コードね。はい。これどうやって覚えるか。ここにリンク貼っておきます。ここで覚えてください。このね、リンク先をね、私がですね、このガズレレ必須コードがスイスイ頭に入るようにね、ご紹介している動画で、あのね、10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見たら簡単なんですよ、結構。これも1個のコードだよ。これも1個だよ。1個だよって感じでしょ。だけど10個いっぺんに覚えるときにはコツがいるから、さっきの動画で、スイスイ覚えて演奏しちゃいましょう。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説いきます。この曲さっきから何回か言ってるんですけど、3連のリズムなんですよ。で、この曲はね、3連のストロークっていうのかな。ね、一応、これはですね、一応ノートにも書いたんですけど、はい。トトトタトトトトトタトトっていうリズムですね。トトトタトト3個でしょ。トトトタトトトトタトト、これが3連のリズムです。ワン、ツー、スリー、フォー。トトトタトトトトトタト。だから、1、2、3。だから3連のリズム。これを弾くと、トントントン、タトン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 、アクセントをちょっとつける。ドドド、ダトトトトト。これを基本にやってみよう。これ全編的にこんな感じでかっこいいバージョンでやろうと思います。ふんわり感を、でも、速くなっちゃうんで、なるべくゆったり。こんな感じのリズムでいこうと思います。これはなんでね、なんていうかな、もうほんとダウンピッキングみたいな、たまにね、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんみたいなのを入れるといいかもしれませんけど、そんなリズムを基本的にやるんで、これはね、ダウンピッキング中心の、タン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 、口で言って、ちょっと練習してみてください。でね、これ。もう一個コードが一応実は追加というか、これ簡単なんですけど、 C のサスポというコードを入れます。どこで入れるかというと、ここね、見て、 A メロのところ C、C、C サスポ C、 これがかっこいいんですよ。ちょっとやってみましょう。 C サスポっていうのはどこかっていうと、 C を押さえといて、ここです。4弦の1フレット、ここ、こんなフレーム。 A メロの最初、泣いて生まれてとか言ってます。ワン、ツー、スリー、フォー。泣いてこれがかっこいい。これを入れてください。C サス4かっこいい場所でこれ登場します。あとはさっきと同じコード進行。リズムは3連でしょ。なんですけど、今日はね、こっからが深いよ。見てください。テロップに向かってあるけど、タタ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 とか、このね、タタタタタタ系がすごく多いんですよ。で、ここはね、まあ、テロップ見てわかると思うんですけど、B メロの、きっといつか今日の日をというところだけ、ちょっとここに、まあ、テロップに書いておこう。こんな感じ。タタ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 タ。ここをちょっと練習してみましょう。じゃあテロップを見ながら。せーの、はい。きっといつか今日の日を意味を持ってほらです。はい、わかる？もう一回。きっと FFG7CC ただただ CC。はい。FFG7C。
7 C C C で伸ばすでしょ。次のブロックは E マイナー7 E 7 A マイナーと G 7は伸ばす。ダーンダーンです。もう一回歌わずにやると。こんな感じですね。はい。ここがね、ちょっと役立つ、キメがね、すごいんですよ。これはまあ、カッティングっていう要素、カッティングっていう要素もあるかな。一応、カッティング。カッティングっていうのはこう、左手で見て。止めてるでしょ。これをカッティングって、音をパッパッとこう。はい。このカッティングの弾き方、一応ここでリンク貼っとこう。ウクレレできるリズムのいろいろというガゼレレのホームページの一枚で、その中からカッティングというところで、ちょっとね、お勉強してみると面白いです。これはゲーム感覚でやると面白いんでね。決めでカッティングを、まあ、使うという感じなのかな。で、次とかね、ここ見て、D7 のとこ。トトトタートトトタとかね。これどんな感じかというと、こんな感じ。もうその、読んで字のごとくなんですけど、こういう感じの、この、テロップで案内する決め、リズムの決めがね、そこかしこに出てくるんですよ。例えばここも、サビの中でも、ダダダダダダダッターとかですね。これはね、もう、カタカナで、決めのところ書いておくんで、これからやるデモ演奏とこう照らし合わせて、ちょっといろいろチャレンジしてみてください。でね、その中でもね、朝も昼も夜もずーっとのところとか、ここはもうね、ほぼね、カッティング織り交ぜて、この、なんていうかな、ドカドカドカっていう感じを表したい。ちょっとここだけやってみようか。ちょっとその前の決めのところから流れてれば、遠くまでのところからね。せーの、さん。遠くまで響くわ、伸ばして。朝も昼も夜もずーっとそこに。今の朝も昼ものところ、ダンダカダッ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 ダンダカダッダって止まる。C が G7 だ。この。こうやってできるとかっこいいですけど、今のカッティングですね。触ってる時にチャッチャカチャって、これもカッティングなんですよ。止まる。ここはちょっと高難度だから、ちょっと難しいと思ったわ。朝も昼も夜もずっとって、ここで止めるだけでいいと思う。G7 で。朝も昼も夜もずっとここに。すごいこの音程がね。はい。こんな感じで結構キメがね。その前のさ、響くは遠くまで、響くは、この響くとか、このだったとか書いています。こんな感じでこう見逃さないでくださいね。はい。で、一番最後の最後のエンディングで、ね、ちょっとここ書いたんですけど、これどっか貼っとこうかな。どっか貼っときます。星影に響くはし、こんな感じ。C ででででってやりたいんです。ちょっと見てて。まず C を最初に押さえていて、次2弦の1フレット、次また普通の C に戻る。次3弦の2フレット、また C に戻る。わかる？ C ででで で、 で C で伸ばして、ででででで、はい。はい。なんとなくわかる。2弦の1、2弦の0、3弦の2、3弦の0。C でででではい、こんな感じ。ちょっとこれ見て、これタブ譜で練習してみてください。さあ、これはまあ雰囲気なんでね、ちょっと雰囲気出したい方はこれやってみてください。で、結構これ短いのにもう内容大盛りなんですよ。はい、これは楽しんでやる。ちょっと難しいところができたら、ゲーム感覚としてそこだけ区切って、そのフレーズを練習してみるというのがおすすめでございます。ちょっとデモ演奏ね、聞きながら、なんとなくこう感じをつかみながらやってみましょう。で、やっぱ歌詞の内容もね、やっぱりね、愛する人よ、親愛なる友よ、遠くまで響くわ、なんか応援歌ですね、これは。力ですよ。今の時代、今のこの時期、合ってると思います。大いに歌っていきましょう。それでは行きましょう。グリーンの星影のエール、ガズレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。And then, 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 t h過去の日を意味を持ってほら耳を澄ませば星の見えない日々を越えるたびに抱いて明日その意味を知るのでしょう愛する人よ
朝も昼も夜もずっとそこにある暗闇にほら響け一番星愛する人よ真愛なる友よ星影に NHK 朝の連続テレビ小説エールの主題歌グリーンの星影のエールガズレレールかっこいいバージョンやってました。いやこれはですねこの3連のリズムなのにいろんなキメがあったりあとそれにやっぱ歌をね乗せ方もうメロディーラインとタイミングとか結構これは相当な難易度高い曲だと思います。なんだけどちょっとねハマっちゃうぐらい楽しいですね。これ夢中になってできるやつですんでもう皆さんはい難しい時はねうわーってならずにゲーム感覚としてやるのがポイントですからね。こうリズムが難しい時はそのパートごと練習してやる後でそれをガッと合わせて、こうやって何段やっていくというのがいいと思います。こうすぐできる曲じゃなくてこういうねなんとなくこう積み上げていくタイプの曲面白いと思うんでぜひ皆さんチャレンジしてください。さあガズレレ最新情報です。今使ってるウクレレこのガズのわがままウクレレというのはこのベトナムで作ってるオールタンバンウクレレです。今ね事前予約注文を受け付けておるんですけどもう全部というか、売り切れちゃってるものもあります、まあ、またすぐに追加なんですけどちょっと今どんなものがあるかとか自分興味あるなという方ここにウクレレのことのリンク貼っときますんでぜひご覧になってください。これ面白いですよ。で今だったら予約注文できるものもございますのでよろしくお願いします。でいつもお伝えしているように、はい、このこれねウクレレケースなんですよ。ガズレここにガズレレってこのプリントも入ってます。はい、これがとうとう入荷して今大好評販売中でございます。発売中。今買うとご購入いただけますんで、こんなようなこととか、あとガズレレね、アプリがあるんですよ。はい、これ。ガズレシピといって、ガズレレの初のアプリ。これもだんだん成長していきますんで、とりあえず皆さんの、スマホとかタブレットに入れといてください。これね、今無料版と有料版がありますけど、ひとまず無料版入れといてね、その後いろんなこう発達していくやつんでお願いします。あとはね、ガズレレではこのストラップだとか、この水引きだとか、このキャップとか、T シャツだとか、いろんなグッズがあります。バンダナとかね、ステッカーとか。ぜひね、このガズレレのところで、ちょっと、詳しくチェックしておいてください。で、今日の最新情報としては、いきなりウクレレという、この私の主婦の友社から出てるね、これ音楽と人生と、私、白血病骨髄移植が、そんなようなことを綴ったね、めちゃくちゃいい本。これがなんと、Kindle で電子書籍で発売になりました。よかったね。もし興味ある方は、これ、Kindle でいきなりウクレレで検索してみてください。あと、リットミュージックから出てるこの2冊の本、こちらの本ももう、ご活用くださいね。はい、黄色は100曲、緑は50曲で、もう超絶簡単です。この楽譜というか、ソングブックということなんですけれども、ご活用ください。もう累計5万部です。今新しい第3弾を作ってて夏前にリリース予定お楽しみにしておいてください。さあウクレレでこんな時こそウクレレで大いに歌って自分の免疫力を上げて周りの人にも笑顔を届け自分も笑顔に最高だと思います。まだこの楽しさ知らない方には皆さんお伝えください。今日は見ていただいてありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。